はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。これは昨日ですね、21日現代ビジネスのですね、カテゴリーがあるんですね。現代ビジネスというメディアにはの新書のカテゴリーがあって、緑の帯なんですけどもですね、そこに出ています記事ですね。なぜ50代以降の転職はこんなにも難しいのか、ごくシンプルな理由という多くの人が直面する労働市場の構造、坂本隆さんという方が書いてる、リクルートワークス研究所研究員アナリストということで、本当の定年後というのを講談社現代新書でお書きになったんですね。小さな仕事が日本社会を救うという60から80歳の仕事の実態、帯にね、7本書いてあるんですけど、これはなかなか全体を示唆しています。年収300万以下が大半ですね。生活費は月30万円弱って結構かかりますね。30万円って年寄りが一人でふわっと生きてる分にはですね、15万ぐらいあれ十分ちゃうかなと思うんですけど、30万もかかるんですか。何使ってんやろ。家賃を払ってればこれくらいはかかるでしょうけどね。本当に稼ぐべきは月10万円。70歳男性就業率は 45.7%。 70歳以上で半分近くの人が働いてるんですね。僕今61歳ですけども、70歳の時にも多分体が動いてればね、なんかやってると思いますよ。物を書いてるか喋ってるかどっちかですけどね。私はそれしかできませんので持ち家は賃貸より良い選択。そうかもしれません。無収入になって家賃払うので結構きついですからね。家はあった方がいいかもしれません。50代で仕事の意義を見失う。よう知らんけど、サラリーマンの場合でしょうね。6割が仕事に満足、幸せな定年後の生活という7本題を書いてあります。ですね、これは10万部突破のベストセラー。うらやましいわ。僕10万部なんてないもんな。3万何千部ですもんね、最高で。10万部ぐらいの本出してみたいわ、ほんまに。本文いきましょうね。定年後は正規雇用の職を辞し、非正規やフリーランスとなって働き続ける人が多数派である。私はフリーランスですね。しかし大企業で高位の役職についていた人などにとっては、このような小さな働き方はプライドが邪魔して前向きに受け止められないかもしれない。定年前後を境に会社での処遇に厳しさが増す中、自身の経験を生かせる仕事を探すため外部労働市場に打って出る人もいる。ここでは長く勤めた会社を離れた後に多くの人が直面する労働市場の構造を明らかにする。転職市場に目を移せば、これだけ転職が一般化している中にあって、中高年の転職は依然として厳しい状況にあることがわかる。これをデータで示していらっしゃいます。そこをちょっと走りますね。このようなデータからも定年前後の転職はいかに難しいか見て取れる。定年前後で自社の待遇に満足できず他社に活路を乱そうとする人もいるが、応募しても面接にたどり着けないという厳しい現実も実際にある。私の知り合いが最近転職をしましてですね、1回目は失敗して2回目言いましたんですけど、点々としたんですけど、そこでうまくいくんでしょうかね。よう知りませんけど、1回目の会社は知ってるんですよ、私も。あ、この会社ね、と。やめとけって言うたのに行ったんですね。で、やっぱり失敗です。で、そこを辞めてですね、今違うところに行ってるんですけど、そこはようわかりませんけど、儲かってる会社らしいって、ええやんと思ってるんですけど、大体もう今私は61ですから、知り合いでまだ現役でサラリーマンやってるのはほぼ50代ですね。ほぼ50代で、それもですね、前半というよりも中後半の人が多くって、ふんっていう感じなんですけど、40代が一人いますね。40代一人いますけど、親しく付き合ってるというか、要は一緒に酒飲むレベルの付き合いですけども、どうでしょうね、あの人は。ただもうね、やっぱり40代、30代まではね、本当にポンポンといけるんですけど、40過ぎるとちょっとブレーキが上がって、50代の転職というのは、私も何件もお手伝いをしましたけど、なかなか難しいものがありますね。
しかし企業としては当然ビジネスで利益を生み出してくれる人材が欲しいのである。転職先で活躍しようと思うのであれば役職にこだわらず若い世代と混じって競争することも厭わないという姿勢も一定程度必要だろうと。あのね、基本的にね、あの即戦力であればね、転職できるんですよ。私が知ってる限り何かができるっていうのがあればね、あのその何かができるっていうのが具体的であればあるほどですね、即戦力なんですね。まあ、私 の, あの言いました広告業界であればですね、コピーが書ける、デザインができると、あるいはですね、まあ、明確にディレクションというのが、ね、ふわっとした分野なんですね。だからですね、そこはふわっとしてるんで目に見えないんですけども、これをディレクションでしましたと言ってきちんと説明できればですね、それは職があったんですよ、50代でも。他今の職業であればですね、過去にやらかしたというかやった作品ですね、ジャーナリストとして書いた本や何やかんや編集したものがあればですね、転職できますし、週刊誌業界ではですね、記者さん、あるいは編集者さんがこう横で人をずれていくのをいくつも見てきました。あれはきちんと即戦力の能力があるからできるんですよね。50代でも転職なさってますよ。ただふわっと部長ができますとかだと、それはアウトです。それはアウトです。特にでかい会社の部長とかだったら何もできないですね。実際の現場に行くと何もできない人が大半ですからね。現代はデジタル技術がビジネスにも浸透する中、仕事のやり方が数年で変わってしまうことも珍しくない変化の激しい時代である。このような時代においては過去の経験は必ずしも通用しない。むしろ新しいビジネスの妨げになる場合もある。ビジネスの最前線で生涯活躍しようと考えるのであれば、たとえ若い頃に仕事で大きく成功し管理職の座を勝ち取った人であっても、一プレイヤーとして利益を上げ続けられるよう知識のアップデートを続け、若い人に負けないような実績を築き続ける必要があると。営業なんていうのは大体ですね、上手な人は何売っても上手ですよ。昨日まで車売ってました、はい今日から住宅売りますって言っても、まあ最初の 1,2 ヶ月戸惑いますけど、その後ファーッと売りますよ。そういう人は物を選ばないし会社も選ばないですね。売れる人は売れるんですよ。売れない人は売れませんけど、何売っても売れません。第2に企業側の受け入れ姿勢にも問題は多い。実際に能力が高くその企業で貢献できる高齢求職者がいるにもかかわらず、その人の年齢だけを理由に採用に尻込みしてしまう企業は世の中にたくさんある。生涯企業の最前線で活躍しようと考える人が活躍の場を見つけられるよう公平な労働市場を招いて、綺麗事聞いても知らない、ね、よいしょ、飛ばします。まあ、基本ね、やっぱしね、需給ギャップ、つまり、求職側と採用側の思惑のズレなんですね。そう。最後の5行読みますね。自分の頭で考え抜けば必ずしもそういった働き方がキャリアの全てではないと気づく瞬間が誰しも訪れるものであると。つまり、高い役職を得るということですね。そんなんは別にキャリアの全てではないと。もちろんそれが50代になるのか、あるいは60代前半までの、まあ、に書いてあります。最後、高齢期のキャリアにおいては自身の家計の状況とも相談しながら仕事を通じて自身が何を得て、あんにょにょって書いてあります。これ後編もあるそうでございます。前編置いておきましょうか。なので、どうでしょうね。その僕もあの広告会社をですね、社員をクビにして、畳むときに誘われたことあります。うち来ませんかって、あの広告代理店にね、ちっちゃなところですけど、いやそんな僕年収1500万ぐらいもらわんと、あの今の生活維持できないんですけどと、いやあなた1500万安いよって言われて行こうかなと思ったんですけど、話はうやむやになりました。ただね、俺サラリーマンものの家やなと思いましたね、その時ね。1500万でサラリーマンに戻る、いやでも朝行かなあかんやなそこって思っていや、うやむやになってよかったですよ。
もし行ってたらサラリーマンに戻ってましたからね。で今頃まだサラリーマンやってたかもしれません。いやいやそんなあのサラリーマン以外フリーランスで食えるんであればですね、それに越したことはないんですよ。その方が絶対的にですねストレスはないしですね、あの食えるんであればね、食えない人は飽きませんよ、でサラリーマンしかできない人はね、そのなんと言いますかね、自分の能力何ができるんかということを一番大事に考えるべきですね。今でも最近転職のご相談いただきますけど、そう住宅を売れるという人はやっぱり強いんですよ。住宅を売るってね、別にね新築マンション売るのもね中古マンション売るのもね、あのその辺の住宅売るのもね基本同じなんですよ。遠藤さんが相手の場合は基本一緒なんですね。ただその多少の知識の違いがあるっていうだけで、そんな覚えやすいですよ。一月もかからへん。せやしですね。いや、そういうね、具体的な能力ある人が一番強いんですよ。具体的な能力ないのに、前職のですね、キャリアだけが、形だけのキャリアね、どこどこの会社で何やってましたとかって、そういうのはもう一切アウトですね。で、そういうのがある人ほどですね、そっちにこだわってですね、転職を妨げますね。だから余ってる人いっぱいいますよ。うちに聞いといてほしいんですけど、まあ、時々気ありますね、今でもね。はい。さて、この今読みかけましたですね、現代ビジネスのアドレスを一応貼っておきます。皆さんどうもありがとうございました。